ストックスは、ドイツ取引所の子会社であり、株価指数の算出、管理や、ポートフォリオ分析を行う金融サービス企業、スイスツークに本社を置く。1997年にドイツ取引所、ダウジョーンズ、スイス証券取引所、パリ証券取引所のジョイントベンチャーとして設立され、1998年に株価指数の算出を開始した。2009年12月、 ドイツ取引所とスイス証券取引所の出資による運営となり、2011年2月より、欧州に加え、米国やアジアなどの世界各地域、グローバル市場に対象を拡大した。2015年7月、ドイツ取引所は、ストックスの全株式を取得し完全子会社化した。ストックスの算出するインデックスは、各国の金融機関にライセンス付与の上、 ETF ミューチャルファンドオプション取引などのユーザーに利用されている。代表的なインデックスにユーロ圏企業のブルーチップとして知られるユーロストックス50指数、欧州経済動向のベンチマークとして参照されるストックス欧州600指数、ユーロ圏のボラティリティ指数として知られるビストックスなどがある。この他、ドイツ企業のブルーチップ指数である。 ドイツ株価指数の管理を受託している。定期のレビューが毎年3月、6月、9月、12月に公表され、その月の第3金曜日終了後の翌営業日に適用されている。日本においては、三菱 UFJ 信託銀行との共同開発により、2017年にエストックス、ミュートブスマートベータインデックスシリーズの提供を、 開始2019年より新経済連盟の株価指数である新教連株価指数の算出を受託している。通貨のほかフランクフルト、ロンドン、ニューヨーク、香港、東京にオフィスを持つ。ありがとうございます。